はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。クルド人のマヒルってやつがですね、30年後は国民の 30%、40% が外国人になると。まあ、日本の30年後って言ってるんですけど、いろんな外国人をどう受け入れるか、どう日本人に学ばせるか、ということを岸田総理はもうちょっと考えていくべきと、アベマ TV で発言しまして、難民申請でね、居座る不法滞在者のくせに、なんだその上から目線は、と非難豪語を浴びておりました。なんで日本人に学ばせんだよって話なんですけどね。世論です。不法滞在が偉そうに。いいから帰れ。何が日本人は学べだ、バーガ。日本社会を理解してちゃんと馴染める人材だけ受け入れた方が早い。世界中で嫌われるのもよくわかる。なんでこんな上から目線なんや。火事場泥棒を受け入れる国なんかねえよ。受け入れたいのはお前らじゃない。20年も難民申請して不法滞在しといてよう言うわ。それを決めるのは日本人でお前らじゃない。そんなんだから嫌われるんだぞ。こりゃ嫌われるわ。どう聞いてもテロリストの言い分と。こいつね、マヒルっていうのを、株式会社マヒルっていうのを、やってるみたいであります。会社のホームページの代表者見たら、別人の名前でした。外国人の名前ですけどね。だから、合法滞在者に、会社、作らして、こいつが運営してるっていうことでしょうか。まあ、不法滞在者で、企業、会社作るのおかしいなと思ったんですけども、まあそういうわけではなかったみたいであります。俺らは変わらない。お前らが学べっていうことで、共存の意思が全くないってみなした方がいいですよね。こっちに変われつってなね。うちらが学ばなくても、素直に溶け込んでくれる外国人入れた方が早いんだわ。俺らは変わんねえからなんて言い張ってるやつ、よりも、俺ら変わりますんで、日本人さん受け入れてください。言った外国人の方を受け入れた方が早いんだわ。まあね、日本人死ねって、精神病院行けなんて言ってる時点で、仲良くする気が全くないことは明白ですけどね。マヒルは、難民申請で居座ってもう20年、もう日本にいるやつみたいですね。20年いて、日本人っぽくならないんだから、もう無理でしょうね、こいつね。日本に1年間いたアメリカ人、仕事で来ててね、電話しながらお辞儀するようになってしまったであるとか、帰国後は前は好きだった店のハンバーガーが食べきれない、残しちゃった、脂っこくて、帰国してタクシー降りるときにドアを閉めるの忘れた。日本のほら、自動で閉まりますからね。他の国の人は大なり小なりね、日本に馴染んでいくのに、こいつらっと来たら、こんなんだから、いろんな国境にまたがって暮らしていても全然溶け込めないんだよね。なんか言葉も違うみたいだし、日本人がどういうこと言われたら、おごるかっつうのは20年かけても分かんなかった知能指数ですよ。こんなんだからね、世界中どこに行ってもトラブル起こして嫌われ者、嫌がられ、嫌われ、憎まれ。入管法が改閉されたんで、こいつも2年以内に強制送還ですよね。ざまあ。つまり難民申請に2年ぐらいかかるって聞いたんですけど、マヒルが今やってる難民申請が跳ねられたら、もう強制送還ですよ。だって何回も難民申請、10回も難民申請してんでしょ。お前はもうダメっていうことになりますよね。こいつも2年以内に強制送還ですからね。今のうちね、せいぜい日本人のヘイトスピーチしとけ。生意気なこと言っとけ。2年でお前はいなくなるから、いうことであります。子ども家庭庁の少子化対策事業の効果のエビデンスが明確でないんですが、これやる根拠あるんですか、この事業、これで子供増えんですか、根拠を示してくださいみたいなこと言われてですね、加藤子ども家庭庁大臣、女の人です、若めの、出生率との因果関係のある政策はなーい、根拠も効果も分からずやってるって白状してますけど、5兆円の予算を公金集中させるためですね、効果が怪しい、効果が不確かな事業を適当にやってるみたいであります。世論です。おい、これ詐欺の類じゃないのか。結果が見えないもんに湯水のように公金出せってか。子ども家庭庁は増税して少子化を推進するとこ、
お仲間の NPT、NPO が焼け太りするだけ。このデタラメぶりで、年間予算5兆円だったら支援金もいらないな。まったくだね、防衛省と同じぐらいの予算っておかしいべやんね。効果は上がりませんって。一体何のための組織なの？子供課税庁。お前ら雰囲気で政治やってんのが、なんとなく雰囲気でっていうことですかね。子供庁はですね、少子化対策で子供が増える根拠はないって言ってるんですけど、私らがやる少子化対策で、子供が増えるかどうか分かんないって言ってんですけど、根拠がねえからって言ってんですけど、大丈夫か、そんな、正直に言っちゃって。脊髄反射で答えてない？納税してさらにですね、少子化対策支援金っていう名目で保険料増額されるんですけど、こっちとしてはたまったもんでないですね。そんな効果が不確か、あやふや、見込めないような、見込めるかどうか分かんないのに、金ボン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 5兆円も出してさ、子供家庭庁はですね、なんかそれらしい名前をつけて、名目をつけて、5兆円をお仲間の NPO や社団法人に吸わせる組織って認識で、いいんでしょうかね。少子化対策は男女共同参画やめるだけでいいですよ、これ。女性は家庭で輝けなければ子供が増えるわけねえじゃん。無理やり社会で輝かせようとする男女共同参画を今すぐやめろって。それで浮いた予算10兆円プラス、子供庁の予算5兆円の15兆円を減税しろ。15兆円分減税しろ。それで子供増えますから。男女共同参画と重負担が少子化の原因なのは分かりきったことですよね。皆さんそうだそうだって思いますよね。日本のウクライナ支援額が累計 1.3 兆円に到達。これ人道支援の食料やら、まあヘルメットやらも送ってましたね。なんか金じゃなくて物。その他に世界銀行からの借金の保証人とかにもなってたな。岸田総理、ウクライナは明日の東アジアかもしれない。外務省、ロシアの侵攻を頓挫させなければアジアにも波及しかねない。ウクライナ支援は日本の生存にとても重要。他国がやめても日本はやめない。支援をやめないと、いうようなことを言っておりました。世論です。ウクライナがやられたら次は北海道だから、ロシアがウクライナ支配して一息ついたら間違いなく中露結託でなんかやらかすだろう。日本も補助 AI 搭載兵器や無人または遠隔型のドローン兵器を量産しておきたい。ロシアがウクライナに勝つとロシアなんぞよりはるかに強いと辞任している中国が調子に乗るから。プーチンは安倍さんを裏切った。支援を続けるなら中間との貿易を縮小させる。あいつらロシア資材横流ししているぞ。有事の前に韓国だけは経済で潰しておいた方が良さげー。まあ裏切っからね、韓国はね。裏切り者といえば韓国ですもんね。今アメリカがですね、ウクライナ支援予算8兆円、約8兆円通そうとしてるんですけど、議会でね。経済規模からするとですね、日本は3兆円程度支援させられてる、させられてたとこがですね、まあ 1.3 兆円でまだ済んでる、って感じでしょうかね。岸田、ウクライナの明日は東アジア。あれらしくないな。よくわかってんじゃん。外務省の言うことの鵜呑みかな。そうとしか考えられない。よくわかってんな。岸田にしては。ウクライナの一部を占領したままですね、ロシアが有利な停戦か休戦か終戦決めちゃったら、一息ついてね、国内立て直して、中国と密談始めますよね。中国とは示し合わせますよね。でですね、時期見計らってですね、ロシアは北海道、中国は台湾に同時侵攻開始する恐れありますよね。そうなったらですね、アメリカは自国の核攻撃被害を恐れずに、ロシアに核撃たれかもしれない、アメリカ本土に、っていうのを恐れずに、日本と共に戦ってくれるのが、絶対はないよね。一応同盟はあるけどさ、日米同盟絶対ないよね。秋田県にですね、核ミサイル撃ち落とすため、陸上型のイージス・アショアを作る計画を当時の防衛大臣だった河野太郎が突然中止させたんですよ。安倍総理、ガーン、呆然。あれがあったら少しはですね、ロシアの核攻撃への備えになってたのにね、イージス戦と違ってですね、ミサイル積載数に制限ないんですよ、陸上型は。倉庫に何ぼでも積んでいくからね。船は違う。積載量、積載数、限度がある。何ぼでもってわけいかない。だから陸上型の方が有利なんだよな。やっぱ河野太郎は、国賊、売国土、
朝敵じゃねえがよ、私は今でも思っております。訴えられてますけども、アメリカ政府、日本の電子部品が中国経由でロシアに渡っていたことを受け、新たな大規模制裁を発表。米国内中国企業6社の資産凍結、イラン国防軍需省を制裁対象に、ロシア中央銀行の決済システムを利用する金融投資ソフト開発会社20社を制裁対象に、ロシア反対勢指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏の獄中死に関連した500兆の個人団体に制裁発動。中国、韓国、インド、トルコなど93社を禁輸対象に、いたしました。韓国も入ってました。世論です。中印韓、韓国死亡、韓国名指しされてやんの、売りならもにか。おやおや、アメリカの同盟国も混ざってますな。密輸バレちゃったしね。中国、トルコ、インド、韓国、問題国家ばっかり。おいおい、ホワイト国が制裁食らってるぞ、岸田。日本は韓国と早急に手を切るべき。早く利地域に戻してあげよう。全体の流れというか、制裁拡大の意味ではなくてですね、韓国企業が制裁対象に入ってたことに盛り上がるネット民であった。どんだけ嫌われてんだって話が、もっとやれって話ですね。その他のニュース、日米欧の国際法学者10名が、凍結ロシア資産活用は合法という見解をまとめ、各国政府に書簡を提出。日本にも8兆円ばかりあったような気がすんな、ロシアの凍結した、うろ覚えなんですけどね。ロシア弱体化が国益、強大化で北海道が危機の我が国にとっては、こういう決定はまあ朗報ですよね。でね、ここの10名ばかりの会議がですね、ウクライナ支援の原資にしたら、も提言してますね。25日、今日ですね、午前6時50分頃、札幌市北区コンビニ、セイコーマートの店員3人を包丁で刺した、宮西博隆っていうものかな、43歳を逮捕。40代店員が亡くなったそうです。やばいな。一体何があった？また無敵の人の犯行でしょうかね。これ強盗しようと、思って包丁突きつけたけど、うまくいかなくて、パニックって刺したみたいな、精神異常無罪やめてよね。持論ですけど、社会にとって精神異常の方が脅威なんだから、健常者より長期間ぶち込んでおくべき。釈放後はですね、もう80歳とかになってて、高齢のため悪さでいねえぐれになるまでぶち込んでおくべき、社会から遠ざけておくべきというのが私の持論であります。精神異常にこそ厳しく長く、普通の人10年とか30年とか入れとくべきと思っております。金はかかるけどね、そっちの方がいいと思いますよ。国籍別生活保護率が判明。1位韓国朝鮮、16.0%、 2位フィリピン、 9.4%、 3位日本、 3.0%、 4位ブラジル、 2.6%、 5位中国、 1.9%、 6位米国、 0.6% と、韓国朝鮮の 16% が生活能力がないって、なんだよって、お前ら世界一優秀な民塾じゃなかったのかよって、これ生活保護をもらってる根拠は絶対嘘くせえよね。絶対嘘ついて生活保護もらってるよね。なんか働けませんから、バカじゃねえのかって。こんなのに生活保護くれてる日本政府、自民党、バカじゃねえ。フィリピンが多いのはですね、ジャパユキさんが高齢者になったからでしょうか。日本人との男と結婚してですね、死別もしくは離婚して、年取って、みたいな、そういう人が多いからでしょうか。私が20代の頃はですね、どの町にもフィリピンパブがいっぱいありました。豊島区にも米国人生活保護いました。一世帯ですけど、GDP 世界一だろ、自国民引き取る、面倒見ろ、何が世界一、繁栄している国家だって話なんですけど、恥ずかしいよね、アメリカがこうじゃね。韓国広州地裁で自称徴用工の遺族15人が三菱重工を訴えていた裁判で、三菱が敗訴、1人当たり1130万円払えだそうであります。もちろん控訴するんでしょうけど、日立造船みたく異例のですね、裁判受けるための保証金みたいなのを
出さされてるんだろうか、供託金っていうかね、韓国に支部や支社がないんだったらもう訴えられても無視で出頭すらしねえ、裁判に行かねえっていうので良くない、これ良くないか。あ、だってあのどんな判決出ても日本政府から1円も払うなって言われてるわけだしね。したら1人100億円払えてめちゃくちゃの判決が出てもですね、平気平ちゃら払う気ねえからなわけだしね、もうあの相手にしねえで出頭もしない返事もしないっていうのが縁でねえかあーって思います。徴用工あと千人ばかし控えてるそうで続々曲げますよこれ。韓国は裁判所が頭おかしいんだからね、裁判所も頭おかしいんだからね。日英伊共同開発戦闘機輸出について朝日新聞社説、平和国家の信頼が信用が揺らぐ、期限を切って、拙速に結論を出すことなど許されないとか言ってんだけど、日本はあの平和国家だなんて名乗ったことねえですけどね、許されないってあのどこの誰が許さないんだ、主語は何だって話、朝日に許さなくても許されなくても別にいいっすけどね。むしろですね、あの、朝日に許されないぐらいの方がいいんだよ。朝日が反対するなら、大急ぎでやるべきなんだよ。思っております。支離滅裂な言動で有名な沖縄タイムス、安倍武記者。ネトウヨというのは、どんな話題でも間違った方を選ぶとか投稿しちゃったんですけど、自分らと意見が合わない人は、全員ネトウヨって言って思考停止してんだもん。そりゃそうだわな。こいつらね、自分がラーメン食いたい時に蕎麦がいいっていうやつ、お前らにとってネトウヨなんでしょ。自分と意見が合わない人、蕎麦食いたいって人はすなわちネトウヨなんでしょ。したらあのネトウヨが全員間違った方を選ぶって、もしかしたらお前らが間違ってんだってね。私にあの痛いこと言われたらですね、靴沢はネトウヨって言って安心してんでしょ。こっちはねポカーンって、何言ってんだって話なんですけど、だいたいあのお前らが選ぶ方が正しいってどこの誰が保証してんだって話ですよね。令和信者、新紙幣に変わってから 1,2 年で今の札が使えなくなる、我々から金を奪おうとする政府の陰謀だ、単数貯金をなくそうっていう話ですかね。今でも聖徳太子の1万円普通に使えるのに何言ってんだって話ですね。まあ機械は無理でしょうけど、10万円記念硬貨もですね、実はあのあれ通貨ですから10万円として今でも使えます。普通に。10万円記念硬貨。懐かしいですね。そんなんだから、教会信者って言われちゃうんですよね。中国四川省のダム建設で、立ち退きを命令されたチベット人2000人が抗議活動、100名逮捕。2つの村と6つの寺院が、海底に、水底に沈むみたいであります。寺6つ沈んじゃうんだって。捕まった100人は洗脳収容所送りですかね。気の毒ですね。ちょびひげ、国家は弱さを許さない、弱ければ国家として存続できないっていう意味、たちまち周りから侵略されて国家じゃなくなるって意味と解釈してんですけど、皆さんどう思われますか。チベットの罪はですね、中国共産党っていうあの凶悪な野獣が隣にいながらですね、強くなれなかったことかな。アメリカとね、あの仲良くできたりすればちょっとは違ってたのにね、同盟、とまではいかなくても、アメリカ軍を招き入れるであるとか、ダメだよ。あの隣に強姦常習犯が住んでたら乙女は武装しないとさ、いうことでありますね。というわけでメール等員さん大募集であります。チャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。